お願いします。いや初共演です。はい、嬉しいな。でね、普通はこういう時はやっぱりなんかこうわーってこう解放されるような曲やると思うんですけど、僕あの甘酢着なんで、あのエマソロの中で一番難しい曲やってもらおうと思って別にいじめてるわけじゃないですよ。あのインプロとかどうでもいいんで、僕あのなんていうのかな、自由、そういう自由さはきっとね、またやる機会があればやればいいんで、せっかくこういう機会なんで今日しかできない感じのことやりたいなと思って、僕が唯一歌詞のある曲っていうのがあるんですけど、それにベースを加えていただくっていうのをやりたくてこの曲を選んでみました。知らない家という曲です。でいいんですよね。はい、じゃあお願いします。あ、違う。僕らの段取りを思いっきり間違えているという、ね、コンピューターじゃないんで名前とか曲名とか入ってないんですよ。何の何番っていうのを覚えるしかないんですけど、これでもないすげえ。なんかいっぱい英語が書いてあります。そう、全然ゆっくり選んでても大丈夫ですよ。あのビール飲みたい方はあちらの方に行ってもらえれば。あ、あった。これでした。好きな感じに。チェケラ。いいっすよ。全然それであり。では知らない家という曲です。知らない家に帰りながら、夕暮れ前のささくれの道を歩く。いつもの角から知らない街へ、どこにもない思い抱えて急げ待て急げ。見えていたのは新しい世界、軒下から届く別の時間と別の場所、今となっては結構な距離だ。知らない街を歩きながら、空想の中巻き戻して重ねてみる。変えたのかな、バイタベック
ありがとう。エマーソン北村さんです。最高。